先発は八木と大隣、大隣の立ち上がり、まあ、これは糸井を三振に取るシーンなんですが、本当に素晴らしかったですね。すごいボールでしたね、はい、これはね、何かもう大記録ができそうな立ち上がりでした。2回の表です。ワンアウト一塁二塁、ショート金子誠、これは記録は悪送球になりました。栗山監督も登場という、まあ、際どい判定ではありました。ここのところこういったミスからね、はい、点が入るということはちょっと多いのでね。そしてワンアウト満塁から今宮がライトへ、ライトはレーザービーム、まあ、面白いところだったんですが、国防もよく走りましたしね、はい、ただねこの打った今宮がね、よくあそこまで追い込まれながらも運んでいきましたね。はい、2回の裏です。ノーアウト一塁でこの稲葉、これはね、はい、参りました。本当にね、稲葉の気持ちを物語る一打でしたね。エンドランかかってきました。ノーアウト1、3塁、まあ、そしてここで、まあ、点は入るんですが、両選手がショートゴロ、ダブルプレーになりました。まあ、同点止まりということになります。ここもう一押し欲しかったところですがね、はい、そして先ほどヒーローインタビューに出た場面です。ノーアウト2塁でこのバント、まあ、国母さんに迷惑をかけたというね、ヒーローインタビューがありました。そうですね、はい、まあ、そういうふうに言える、笑顔が大したものですよ。はい、そして2アウト2塁から八木が今宮を三振に取って、もう本当にね、はい、要所を締めていましたよね、八木はね、はい、最少失点で済ませているわけですから。そしてこの6回の裏、これもすごかった。2アウト1塁2塁、大隣対稲葉ですね。これはね、見ていて痺れましたね。痺れましたね、はい、インコースビュンビュン、最後はスライダーという。7回の表です。2アウト1塁2塁、今度は逆ですね、八木対ペーニャ、ね、はい、ここも本当に今、八木飛び上がっていますよね、はい、よっぽど気が入っていたということですね、はい。まあ、プロ野球ならではの見応え十分、6回の裏、7回の表、そして8回の表です。ピッチャー谷本、ワンアウト一塁、これがしかし広い札幌ドーム、ここまで飛びました、はい、本当にいいバッティングでしたね。打たれた谷本は今シーズン初失点ということになりました。3対1。しかし9回の裏、ファルケンボーグ、今晩もピンチを招きます。まあ、回の先頭バッターとすると、まあ、今のはいい内容だという中田のヒット、はい、そしてこれです。この打球も鋭かったですね、はい。まあ、本当にね、思い、ファンの思い、それから稲葉の思いがね、はい、乗り移ったような打球でしたね、はい。しかし陽とホットバー倒れて、最後代打仁岡、まあ、切り札仁岡が、まあ、2メートル、ファルケンボーググラブにボールが収まったというピッチャーゴロでした。これで勝ちました、ホークスは15勝12敗、貯金が3つになりました。敗れたファイターズは17勝11敗、貯金が3連敗で6となったわけであります。